海洋の様々な地域における光合成のために、リン酸と硝酸の摂取関係。リン酸よりも硝酸の方が制限する場合が多いことに注意。レッドフィールド比は、海洋の植物プランクトンや深海全体で確認される炭素、窒素、リンの一貫した原子比である。この用語は、アメリカの海洋学者、アルフレッド・レッドフィールドにちなんで名付けられたもので、 彼は1934年に調査船アトランティス号で数回の航海を経て採取された海洋バイオマス飼料中の栄養素の比率が比較的一貫していることを最初に報告し、その比率が CNP イコール106、16、1であることを経験的に発見した。植物プランクトンの種や調査水域によっては標準的な106、16、 一の比率からの逸脱が見られたが、レッドフィールド比は栄養需要制限を研究する海洋学者にとって引き続き重要な参考基準である。1970年から2010年までの全主要海洋地域における大量の栄養需要測定データを集約した2014年の論文では世界の CNP の中央値は163-22-1であると報告されている。 1934年の論文では、アルフレッド・レッドフィールドは、大西洋、インド洋、太平洋、バレンツ海の硝酸塩とリン酸塩のデータを分析した。ハーバード大学の生理学者であった、レッドフィールドは、調査船アトランティス号の数回の航海に参加し、海洋プランクトン中の炭素、窒素、臨岸ンン有量のデータを分析し、早くも1898年に、 他の研究者に収集されたデータを参照している。レッドフィールドは実験データを分析した結果、その3つの海とバレンツ海の全域で、海水の NP 原子比は21に近く、植物プランクトンの平均 NP 比に非常に近いことを発見した。この現象を説明するために、レッドフィールドは当初、互いに排他的ではない2つの仕組みを提案した。 アイプランクトンの N、P 比は海水の N、P 蘇生に近くなりがちである。具体的には N と P の要求量が異なる植物プランクトン種が同一の生息場所で競合し海水の栄養塩蘇生を反映するようになる。通海水とプランクトンの栄養プールの間の平行は生物学的フィードバック機構によって維持されている。レッドフィールドは 窒素固定菌と脱窒菌の活動によって海水中の硝酸塩とリン酸塩の比率が原形質の必要量に近い状態に維持される温度自動調節器のようなシナリオを提案した。当時、原形質の組成や植物プランクトンのバルク組成についてはほとんど知られていなかったことを考慮し、レッドフィールドはその NP 比がおよそ16,1になる理由を説明しようとはしなかった。 この比率を初めて発見してから四半世紀近く経った1958年、レッドフィールドは環境中の化学因子の生物学的制御という現行の中で後者の仕組みに傾いた。プランクトンの窒素とリンの比率は全世界の海洋中の養存対象酸塩とリン酸塩の比率と極めて類似することにつながっているとレッドフィールドは提案した。彼は N と P だけでなく C と O の循環がどのような相互作用によりこの一致につながるのかを考えた。レッドフィールドは深海の科学的性質と海洋表層の植物プランクトンなどの生物の科学的性質が驚くほど一致していることを発見した。どちらも原始比では N、P 比がおよそ16,1である。栄養使用が制限されていない場合、 ほとんどの植物プランクトンの元素の CNP は106、16、1である。レッドフィールドは広大な海が生物の要求に完全に適した科学的性質を持っていることは純粋な偶然ではないと考えた。科学条件を制御した実験室実験において植物プランクトンのバイオマスは 環境中の栄養ジオノードがレッドフィールド比を超えてもレッドフィールド比と一致することが確認され、海洋の栄養ジオノードの比に対する生態適用が唯一の支配メカニズムではないことを示唆している。しかし、その後のフィードバックメカニズムのモデル化、特に硝酸塩ン血合の流動は、現在の我々の栄養ジオ流動に関する知識の不足によりこれらの結果は混乱しているものの、 彼が提案した生物学的フィードバック並行のメカニズムを指示している。海洋ではバイオマスの大部分が窒素が豊富なプランクトンであることが分かっている。これらのプランクトンの多くは似たような化学素性を持つ他のプランクトンのバイオマスによって消費される。その結果、全世界の海洋中プランクトンの窒素とリンの比率は平均して約16.1であることが 経験的に分かっている。これらの生物が海の内部に沈むと、そのバイオマスはバクテリアによって消費され、バクテリアは高気性条件下で有機物を酸化して、主に二酸化炭素、硝酸塩、リン酸塩などの養存向き栄養塩を形成する。すべての主要な海本内部の硝酸塩とリン酸塩の比率が非常に似ているのは海洋の循環時間に対する、 これらの元素の海洋内での滞留時間が、林では約10万年、窒素では約2000年であるためと考えられる。これらの元素の滞留時間が、海洋の混合時間よりも長いということから、海洋内部の硝酸塩と林酸塩の比率をかなり均一に保つことになる。そのような議論は、なぜ比率が極めて一定であるかを説明することができる可能性があるが、なぜ N。 比がにに近く他のの数字でははなないいいいかという疑問には答えていないこの比率の研究は海洋の生物地球科学的循環を理解する上での基礎的な特性となり、生物地球科学の重要な考え方の一つとなっている。レッドフィールド比は地球循環モデルにおける炭素と栄養士の流れの推定に役立っている。また、制限栄養士が存在する場合には、 局所的なシステムで、どの栄養使用が制限しているかを決定するのにも、役立つ。また、ミシシッピ側のレッドフィールド比と、メキシコ湾北部の比を比較するなど、異なる地域間の比を比較することで、植物プランクトンのブルームの形成やその後の低酸素状態を理解するために使用することもできる。N、P 比の制御は、持続可能な貯水池管理のための手段となることがある。 レッドフィールド比は当初、大西洋のいくつかの観測点から収集した海水中の硝酸樹をリン酸樹岩有量に加えてプランクトンの元素素成の測定から経験的に導き出された。これは後に何百もの独立した観測によって裏付けられた。しかし、窒素、またはリンの制限下で成長した植物プランクトンの個々の 種の素性を見てみると、この窒素とリンの比率は6、1から60,1の間で大きな変動を示す。この問題を理解しながらも、海の内部の無機栄養子をの N、P 比が小規模な変動が予想される平均であると述べたことを除いては、レッドフィールドはこの問題を説明しようとはしなかった。深海では、レッドフィールド比は非常に安定しているが、植物プランクトンは C、 NP 蘇生に大きなばらつきを持ち、その生活戦略が CNP 比に影響している可能性があることから、レッドフィールド比は植物プランクトンの成長のための特定の要求ではなく一般的な平均的なものではないかと推測する研究者もいる。しかし、レッドフィールド比は原核生物と真核生物の両方に基本的に存在する。 向上的なタンパク質な日に関係していることが最近明らかになった。さらに、レッドフィールド比は異なる空間スケールで変化し、レッドフィールドの元の推定値よりも平均的にわずかに高いことが示されている。いくつかの生態系では栄養が豊富であっても、レッドフィールド比は生態系内で優先的な植物プランクトンの種によって大きく異なることも示されている。 その結果、生態系に固有のレッドフィールド比はプランクトン群集構造の代わりとして機能する可能性がある。海洋の植物プランクトンなどの生物の元素組成が標準的なレッドフィールド比に一致しないという報告があるにもかかわらず、この比の基本的な概念は有効で有用であることに変わりはない。2014年には、 1970年から2010年までの世界各地の調査公開から得られたレッドフィールド比の測定値を集計した論文がサイエンティフィックデータ誌に掲載された。この論文は海の位置や時間を超えて特定のリン、炭素、窒素の研究に使用できる大規模なデータベースを提供している。カリウム、イオウ、亜鉛、鉄などの他の元素も 海洋科学において重要であると感じる人もいる。特に鉄は初期の海洋生物学者たちが、鉄が海洋の基礎生産の制限要因にもなっているのではないかと仮説を立てたことから非常に重要視されていた。その結果、このバランスの一部として、これを含む拡張レッドフィールド比が作られた。この新しい科学量論は、比が106,16,1、 0.1から0.001であると示している。FE の変動が大きいのは、海の採取資料を船や、化学機器により過剰な FE で汚染されたという、重大な障害による。この汚染によって、鉄の濃度が高く、海洋の一時生産の制限要因ではないことを示唆する正規の証拠がもたらされてしまった。軽装は、 他の栄養素の中でも、その殻のための生物体シリカを作るために特に、計算を必要とする。この結果、軽藻類のためにレッドフィールドブルゼジンスキーの栄養比が提案され、CSINP=106 イコー、15時16分1と述べられている。基礎生産それ、自体を超えて、植物プランクトンバイオマスの後期呼吸によって、 消費される酸素は他の元素との予測可能な比率に従うことも示されている。O2N 比は138、106が測定されている。ありがとうございます。